ジョアニー・ロシェットはカナダのフィギュアスケート選手。2010年バンクーバーオリンピック銅メダリスト。2009年世界選手権2位。2006年トリノオリンピック5位。力強いジャンプとエレガントな滑りが持ち味。アクセルを除く5種類の3回転のジャンプをクリーンに飛び分けることができる選手である。過去には2006年トリノオリンピックで知り合ったスピードスケート選手。 フランスワルイ・トランブレーと交際しており、2008年7月からは、モントリオールのダウンタウンで同棲していた。また、安藤・ミキやカロリーナ・コストナーとは、ジュニア時代から一緒の試合に出ていた、同年代のスケーターだったため、仲が良い。1986年1月13日、ケベック州モントリオールで生まれる、6歳でスケートを始めた。 カナダ選手権で2000年にノービスクラスを2001年にジュニアクラスを制し2002から2003シーズンからはシニアクラスで競技している2003から2004シーズンから ISU グランプリシリーズに参戦し翌2004から2005シーズンのエリック・ボンパール杯で初優勝 GP ファイナルでは初出場ながら3位となり カナダの女子シングル選手としては1995から1996シーズンのジョゼ・シュイナール以来となるメダルを獲得。同シーズンの2004年カナダ選手権で優勝し、カナダ選手権の3つのクラスで優勝を果たした。2005から2006シーズン、カナダ選手権で2連覇を達成。トリノオリンピックでは SP でミスが出て9位と出遅れたが、 FS ではほぼミスのない演技をして5位入賞を果たした。カナダで開催された世界選手権ではメダルが期待されていたが、SP、FS ともにミスがあり、7位入賞にとどまった。2008から2009シーズンは好調で、GP ファイナルこそ SP でので遅れが響いて4位に終わったものの、その前のスケートカナダ、エリック・ボンパール・ハイデに連勝。 カナダ選手権では5連覇を達成し、続く4大陸選手権、世界選手権では共に大きなミスのない演技で銀メダルを獲得した。カナダの女子シングル選手が世界選手権の表彰台に上るのは、1988年大会銀メダルのエリザベス・マンディ以来21年ぶり。2009から2010シーズン、カナダ選手権で6連覇を果たし、地元開催となった。 バンクーバーオリンピック代表に選出された。オリンピックでは200点の大台を超え銅メダルを獲得。閉会式ではカナダ選手団の騎手を務めた。続く世界選手権は欠場した。2010から2011シーズンと2011から2012シーズンは10月のジャパンオープンに出場したのみで ISU 公式競技会はすべて欠場した。 2012年10月5日、日本で開催された第1回メダルウィナーズオープンに出場し、荒川静香についで2位となる。バンクーバー五輪では、女子シングル開幕直前に母親が心臓発作で死去した。母親の死のショックで欠場を本気で考えたが、母の私はあなたに強くなりなさいって言ってきたでしょうという声が聞こえたという。フリースケーティング後半では、 力尽きていたが、最後のトリプルサルコーを飛べたのはママが持ち上げてくれたからだと語っている。また、ヨナとマオにも感謝したい。二人が果敢に三回転マイナス三回転屋さん回転アクセルに挑んだ姿を見て、私は悲しいことなんか忘れて、正直、燃えたわ。ありがとうとコメントしている。2月27日、バンクーバー五輪組織委員会から、 痛みや障害を克服して世界を感銘させた選手に贈るテリー・ホックス賞が贈られた。ありがとうございます。